最小の時間で最大の結果を出す方法をお伝えします。命イコール時間、これはあなたも理解してますよね。一つ考えてみてください。今日からあなたに毎日24万円を送金します。ただし条件があって、その24万円は1日以内に使ってしまわないと次の日の送金はありません。使い切らないともらえないということです。あなたならその24万円を使い切りますか？当然使い切りますよね。この24万円は24時間と同じです。今日という24時間は一生やってこないですよね。お金だったら全て使えるのに、時間だったら適当に使ってませんか？時間は僕たちの命です。もっとなりたい自分や、もっと理想の自分を持ててるとしたら、そんな自分に早くなりたいと思いませんか？そして今の時代はそんな自分にもっとね、早くなることができるんです。自分が喜ぶ命の使い方をしていきましょう。では。